身体がコルセットになったようだ。過去、現在、未来が単一の力として存在するかのようだ。重力のないブランコで恐ろしく高く舞い上がるかのようだ。人や物の輪郭がぼんやりしている。多くの詩人や作家がパニック発作の経験を言葉で表そうと試みてきました。心臓発作や脳卒中、あるいは命を脅かす他の危機だと多くの人が勘違いするほど、ものすごく圧倒されるような感覚です。パニック発作は長期的な害を身体に与えることはないが、後に次の発作への不安が日常生活を制限し、さらに発作を引き起こす可能性があります。研究によると、3人に1人は生涯最低1度はパニック発作を経験し、初めてであろうが100回目であろうが、誰かが発作を起こしているのを目撃したとしても起こしたいと思う人はいないはず。パニック発作について学ぶのは不快であっても必要であり、パニック発作を理解することは予防への第一歩なのです。基本的にパニック発作は危険を察知した際に起きる身体の正常な生理反応に対する過剰反応です。この反応は扁桃体という不安を処理する脳の領域から始まります。扁桃体が危険を察知すると交感神経が刺激され、アドレナリンが放出されます。アドレナリンによって心拍数と呼吸数が上がり、手足の筋肉に血液と酸素が送られます。脳にも酸素が送り込まれ、さらに警戒心が高まり過敏になります。パニック発作の間は、危険な状況においては役立つであろうこの反応が大きくなりすぎてしまい、動悸や息苦しさ、過呼吸を引き起こします。血流の変化によって頭がフラフラしたり、手足がしびれたりします。パニック発作は通常10分以内にピークに達します。それから前頭前野が扁桃体から引き継いで副交感神経を刺激します。これによってアセチルコリンというホルモンが分泌され、心拍数が下がり、徐々にパニック発作が弱まります。パニック発作では身体が危険を察知すると本物の脅威に対する反応が引き起こされ、その後何度か起きます。なぜパニック発作が起きるのかははっきりとは分かりませんが、時として過去のトラウマ体験が思い出されるような状況が引き金となって起きることがあります。パニック発作は PTSD、 社会不安障害、強迫性障害、全般性不安障害などの不安障害の一部である可能性があります。パニック発作の繰り返し、新たな発作に対する頻繁な心配、発作を避けるための行動変化からパニック障害と診断されたりします。パニック障害の治療法は主に2つあります。抗うつ薬による治療と認知行動療法 CBT です。どちらも有効率は約 40% で、一方で効果が現れた人でももう一方では効果がないかもしれません。しかし抗うつ薬の投与においてはいくつか副作用があります。そして服用を止めると 50% の人が再発します。一方 CBT はもう少し持続性があり、再発率は 20% に過ぎません。パニック障害に対する CBT 治療の目標は、パニック発作に伴う感覚や思考を、ひいては精神的にコントロールする具体的な手段を学び、実践できるようにすることです。 CBT ではパニック発作の生理学的な原因の説明から始まり、続いて呼吸と筋肉のエクササイズを行い、意識的に呼吸パターンをコントロールできるようにします。次に認知再構成法で発作中によく見られる思考を認識し変化させます。呼吸が停止するとか、心臓発作だとか、死んでしまうといった思い込みをより正確な思考と置き換えるのです。治療の次の段階では、一般的にパニック発作を引き起こす身体感覚や状況にさらしていきます。このような感覚や状況は危険だという信念を経験を通して変えていくことが目的です。CBT 治療後でさえも発作中に手段を講じるのは容易ではありませんが、練習を積めば発作を予防し、徐々に緩和し、最終的に発作による影響を軽減できます。正式な治療以外でも、多くの患者が救いを見出すのは CBT 治療の信念と同じ、不安があなたを傷つけることはないが、抱え込むと発作は悪化します。パニック発作の経験が全くなくても理解しておくと、自分や他人の発作を見分けるのに役立ち、パニック発作を認識することが予防への第一歩となるのです。より魅力的な歴史、宇宙の冒険、めまいがするような哲学、
自分の身体に関するたわいない質問など、まずはこのチャンネルに登録してください。情報を逃さず、好奇心を持ち続けましょう。